続いて山口さんに伺います。よろしくお願いします。春の話題をお送りしたんですけれども、はい、山口さんは最近何か召し上がりたいものってありますか？あ、春絡みで、はい、春じゃな春でもしあれば春の食べ物って何ですかね。タケノコ、フキノトウとかですかね。あと先ほど出ていた春キャベツ、新じゃがとか。おありますか？でもほら、あの山口さんお料理上手なイメージがあるので、あの月中とかの話もねよくいただくので、ナポリタンの具はどんなものがいいんですか？ナポリタンはもう至ってシンプルで、はい、ピーマン、玉ねぎ、あとはまあベーコンだったりソーセージだったり、はい、新玉ねぎいかがですか？はい、そんな戸惑わなくてもいいじゃないですか。関心がなさそうってきてます。そうですね、あんまりないかもしれない。ないですか？そうなんですね。あのやっぱり、ね、旬っていうのがね、はい、あのなんかね、あの味もそうだし、ね、栄養素とかもなんか一番あの、はい、こう凝縮されてていいとかっていろんな食べ物で聞くんですけど、はい、あんまりこだわらないですね。こだわらなくて、その時に食べたいものをあの食べるっていう。いやでもそれも大事なことですよね。まあそうです。美味しく食べるのがね、やっぱ一番重要かと思うので、結構その辺自由にやらせていただいてるっていうのもあって、まあ、ぜひ。ちなみにじゃ あの旬の味覚ではなくて、やっぱり春は観測ですか？あ、もうもちろんそうなんです。最近始めたものありますか？あ、なのであの、まあ、ダンゴムシは基本的に昨日から、ですか、ちょっとまじまじとこう地面を見るっていう作業が始まったんですけれども、あとはまあそうですね、まあ、いろいろ虫系、アリもそうですよね。あともうちょっと出てくるの、はまあセミとかはまあちょっと先ですけれども、まあ、自分自身の絡みでは暖房終日っていう、暖房終日、あ、はい、何日まで暖房今年はつけましたかというやつ、すごい、とかね、そういうのをね、あのつけてるんですけど、さっきあのダンゴムシの話するみたいなことを言ってたんで、はい、あのえさっきちょっと見せたか分からないけど、ありがとうございます、お聞きしたいです。ちょっとね、字ちっちゃくなったんで、すごいですよね、これエクセルですか？エクセルでね、あの去年からあのすごい整理してるんです。すごいですよね。これちょっと拡大できなくて大変申し訳ないですけどね。いやあのそうなんです、あの署名とかね、これがセミ系ですよね。セミ系があのいつから鳴き始めましたか。すごいですね、こう縦軸が年ですよ ね、 ですね。そうなんですよ、はい、でこのまあ、一番この数字が最初に出ている日付が出ているのがこれ観測の始まった年なんですけどね、まあ、ダンゴムシさんはここに、2017年から、始めているっていうのとかを今までは、ね、メモであのとどめてたんですけど、はい、いっぱい聞かれるじゃないですか。そうですね、なのであの、まあ、これ趣味ですけど、これぐらいだったらまあ皆さん聞かれるんで、まあ、会社のパソコンに保存しててもいいだろうと思って、いや素晴らしいですね。去年作ったんですよ、全部資料、この紙の資料を集めて、いや山口さんならではの観測データですよね。そうですね、多分ねこんな人いないと思いますんで。いやもう尊敬します。シャワー水10対0ああシャワー水10対0っていうのありますよ。初日、去年は6月の30日から真水に変わったとかね。なるほど。それをあの10月24日あれか、お湯が10になった日ですね。お湯が10になった日。こう見ると本当にこうオリジナリティあふれる内容ですよね。そうですよね。そこからも季節を感じ取ることができるって素敵ですね。そうなんです、ここ 2,3 年から始まってるやつはね、全部あのこの番組の中で出てきた話題ですからね。あのコオロギ襲名っていうのは去年からやり始めました。11月27日なんですね。あのシャワー関連はね、これは2020年から、やり始めてますね。そういったものをね、8年貯まると平年作れると、いうことで、この後も行けるところまで、ぜひ今後ともお聞かせいただければと思います。はい、承知いたしました。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そんな春の話題もありましたけれども、はい、この時間帯も